Tircis to Aminte.退屈だなと、チルシスは思った。まだ授業の途中だから、他のことを考えてはいけない。でも、思い浮かんでしまったのだから、やめることなんてできない。退屈、勉強、途中、他のこと、考える、思い浮かぶ、やめる。 思ったことを一つ一つ、チルシスは言葉にして、ノートに書いてみる。思ったこと、一つ一つ、チルシス、言葉、ノート、書いてみる。それはチルシスが最近覚えた遊びだ。言葉はこれだけじゃない。 言葉はたくさんあって、同じことを示すのに、別の言葉を使うこともできる。そのことについて、チルシスはアマントに聞いてみようと思った。ねえ、アマント。学校では静かにしないといけないわ、チルシス。アマントは言った。チルシスは男の子。アマントは女の子だ。 でも本当はアベコベで、アマントが男の子、チルシスが女の子なのかもしれない。二人は双子だから、全然見分けがつかないのだ。でもこの頃は、ちょっとだけチルシスの方が大きくなった。チルシスはそう思っている。ねえアマント、僕たち、 もう、随分いろいろなことを覚えたよね。そうね、チルシス。同じことを繰り返し繰り返し、何度も何度も覚えてるよね。そうね。まだ、外に出たらいけないのかな。チルシスは尋ねた。きっともうすぐよ。アマントは答えた。 でも、僕は退屈で仕方がないんだ。大切なことはみんな覚えたし、言葉も大きくなった。だから、ほら、また違ってる。そう言われて、チルシスは自分のノートを見た。ちょっとだけ数字が違っている。アマントはこんな風に、チルシスが間違ったことを覚えると、すぐに教えてくれる。 でも、最後にはきちんと答え合わせするのだ。少しぐらいおしゃべりしても構わないじゃないか。チルシスは知っている。本物の学校があった頃は、みんな休み時間には外に出て遊んだんだ。それに、学校が終わったら、みんなは家に帰った。ここには家なんてないし、外には出られない。 先生も生徒も、チルシスとアマントだけだ。ねえアマント？何？外って、どんなかな？チルシスは聞いた。もう何万何億何兆回目か、わからない。外はとても寒くて、誰もいないのよ。 一人で出たら凍えて死んでしまうわ。アマントは答えた。こっちももう何万何億何兆回目かわからない。でも、もっと尋ねようとした時、授業の時間が終わった。少し待っててね。アマントが二人分のノートを見比べ始めた。 今覚えたことに間違いがないか、確かめるためだ。でもアマント、昔はそうじゃなかったんだよね。そうだったかしら。答え合わせに忙しいと、
アマントはあんまり相手をしてくれない。チルシスは散歩をすることにした。地球は凍りついている。街の外はみんな凍りついている。街の中にはチルシスとアマントしかいない。だからここはチルシスとアマントの街だ。チルシスとアマントだけの街だ。だから僕たちは好きなことを好きなだけしてもいいんだ。そんなことを考えながらチルシスは一人で歩いている。街のことならみんな知っている。どこに何があるのかちゃんと知っている。道はみんな通れない道ばかりだ。それでもたまにチルシスは行ってみるのだ。もしかしたら新しいどこかに行けるかもしれない。でも道はプツンと途切れ、やっぱり行き止まりになってしまう。チルシスだけが何にもせずにポツンと立っている。昔はたくさん子供がいたらしい。大人もたくさんいたらしい。もうずっと昔のことだ。チルシスとアマントが物心ついたとき、大人はもういなかった。町にあったのは、たくさんのガラクタと、たくさんの言葉が書かれた本だけだった。仕方がないから、二人は自分たちだけで暮らしていくことにした。自分たちだけで勉強することにした。だから、この町の中で、チルシスとアマントは、学校に住んでいる。だって、ここでは勉強しかすることがないから。学校の中は暖かくて、とても過ごしやすかった。光はいつでも少なかったけれど、それでも二人がやっていけるぐらいはあった。危ないことは何もない。外に出ようなんて思わない限りは。外。もう一度考えてみようとしてチルシスはやめた。本当のことを言うとチルシスにはよくわからない。外。とても難しい言葉だ。だってチルシスは外を見たことがないのだから。本当に外なんてものがあるのか、それさえわからない。別のことを考えようとチルシスは思った。チルシスとアマントはどちらが先に生まれたのだろう。チルシスは自分の方が先だと言って譲らない。でも本当はアマントの方が先だったのかもしれないと思っている。だって、アマントは、お母さんみたいだから。お母さん。そのことについて、チルシスは考えてみる。お父さんとお母さんがいると、子供が生まれる。子供は大人になって、お父さんとお母さんになる。そして子供が生まれる。でもそれなら、はじめのお父さんとお母さんはどこから生まれたのだろう。やっぱりよくわからない。でももしかしたらアマントは知っているのかもしれない。アマントはチルシスよりずっと物知りだから。でも、これだけは間違いない。
外に出たいと言い出したのはチルシスの方が先だ。授業中そのことをアマントに話したとき、最初はなんだかわからない様子だった。アマントのことだから本当はみんな分かってたのかもしれないけれど、僕はここから出たいんだ、外に行きたいんだ、チルシスが言うと、アマントは考え込んだ。アマントは頭がいいからめったに考え込んだりしない。授業が終わってもアマントはずっと考えていて、それからこう言ってくれた。船があれば外に出られるかもしれないわ。チルシスはアマントのことがますます好きになった。船というものが何なのか、その時はまだわからなかったけれど、そうだ、船を見に行こうとチルシスは思った。どこかにあるはずの船、考えるだけでチルシスはワクワクしてしまう。走り出そうとしてすぐに気づいた。どこにあるかわからないから、どこに行ったらいいかもわからない。チルシス、ここにいたのね。行き止まりに立っていたらアマントが探しに来てくれた。もうすぐ授業の時間よ、学校に戻りましょう。アマントが言ったけど、チルシスは気が進まない。少しぐらい遅れてもいいと思うな。だって時間はたくさんあるんだから。時間、そのことについてチルシスは考えようとする。これは外と同じぐらい難しい。時間は大切だっていくつもの本に書いてある。眠っている間はチルシスは何も感じない。幸せも退屈も感じない。それならチルシスが眠っていた間、時間はどうなっていたのだろうか。チルシス？もう一度アマントが呼びかける。ねえアマント、船を見に行こう。でもね、船はまだ出来上がっていないと思うわ。アマントは答える。そうだけど。勉強をしたくないわけじゃないけど、今はもっと別のことをしていたい気分だった。でもアマントに悲しい顔をさせたくないので、チルシスは戻ることにした。チルシスとアマント、二人きりの学校に。授業、休み時間。授業、休み時間。繰り返し、繰り返し、繰り返し。アマントと二人で勉強して、たくさんのことを覚える。鳥というものがあった。でも、今はない。木というものがあった。でも、今はない。風というものがあった。でも、今はない。昔はあったけれど、今はもうないものばかりだった。なぜなくなってしまったのか。戦争というものがあったから。でも、今はない。国家というものがあった。でも、今はない。ここに残っているのは、チルシスとアマントだけだった。もうずっと昔から、地球は凍ってしまっている。
チルシスはまた船のことを考え始める。ねえアマント。何チルシス。船が出来上がったらどんな風になるのかな。アマントは見たことある？ううん、私も見たことない。アマントは答えた。アマントがそう言うのならきっと本当に見たことないんだろう。チルシスは船の形を考えてみる。船はとても丈夫にできていて、とても遠くまで行くことができて、うんと大きな帆を張って島に近づくための小舟だって乗せるんだ。そうね、間違っていないと思う。アマントは答えて、紙バサミからいくつかの言葉を取り出し、チルシスに見せてくれた。チルシスも同じものを持っていたけれど、アマントが見せてくれるのが嬉しい。それはずっと昔に書かれたものだ。大昔の人々が海を渡るときに使った船。その頃はまだ海は凍っていなかったし、人もたくさんいた。それに船もたくさんあった。チルシスは考える。でもこの船は木でできているから僕らが乗る船とは違うよ。そうかしら。アマントはニコニコしながら尋ねる。そうだよ、これは僕らの乗る船と違う。それから二人は持っている限りの船の言葉を見せ合った。大きな船、小さな船、足の船、紙の船、鉄の船、石の船、プラスチックの船、たくさんあった。でもどれも違う。早く船が見たいな。きっともうすぐよ。アマントは繰り返す。チルシスが船に乗りたいって思った時から船は作られ始めている。それはきっとずっと前から決まっていたんだってアマントは言った。初めの頃は船に乗れば外に出られるって、それだけでワクワクした。でもこの頃は違う。鳥も木も風もただあっただけじゃない。なぜあったのかはわからないけれど、そこにあったのには何か訳があったはずだ。だからチルシスは考える。船はどうしてあるんだろう。海を渡って遠くの島に行くためだ。島があるのは分かっている。それはずっと遠いけど必ずある。地図の言葉にもちゃんと載っている。でもそこに今誰かがいるかは分からない。島には町があって、町には家がある。きっと学校もあるんだろう。学校にはチルシスとアマントのような子供がいるんだろうか。その子供たちも外に出たいって思っているんだろうか。チルシスにはよくわからない。そのことについてアマントに聞いてみようと思った。ねえアマント。何？どうしてここには僕たちしかいないのかな。そうね。アマントは考えて、それから答えた。きっと誰かが私たちを作ったから。それはわかってるよ。僕たちは僕たちのお父さんとお母さんから生まれたんだ。会ったことはないけど、それはわかってるんだ。チルシスの答えをアマントは注意深く聞いていた。
それからこう尋ねた。なぜ会ったことはないのに、わかるの？それは…チルシスは答えに困った。アマントはニコニコしながら、チルシスの答えを待っている。ずっとずっと考えて、チルシスは、やっとこう言った。船に乗れば、わかる気がするんだ。そうだ、わかる気がする。でも、それがなぜなのか、チルシスにはわからない。アマントは、優しく繰り返す。きっともうすぐよ。学校、散歩。学校、散歩。繰り返し、繰り返し、繰り返し。チルシスは一人で道を歩いている。繰り返し、繰り返し、歩いている。世界のどこかで、船は今も作られている。でも、それがどこにあるのか、チルシスにはわからない。あれ？チルシスは立ち止まった。ほんの少しだけ、道が違っている。いつもは通れないところから、少しだけ光が漏れてくる。こんなことは初めてだった。チルシスはそちらに歩き出した。その道はとても細くて、途中で途切れそうになっていたけれど、でも確かに続いていた。いくつか角を曲がって、道は行き止まりになった。そこは光でいっぱいだった。チルシスが見上げると、そこには見たこともないものがあった。それは、真っ白で、大きくて、凍えていて、まん丸だった。チルシスに感じられるのは、それが外にあること、ずっと遠くにあることだけだった。これは何だろう？チルシスはつぶやいた。紙バサミから似たような言葉を取り出して比べてみたけれど、ぴったりなものはなかった。チルシスは我を忘れてずっと見つめていた。そうしていると心の中が透き通っていく気がした。チルシス、こんなところにいたのね。アマントの声がした。振り返ると、真っ白な光が眩しくて、アマントの姿はよく見えない。でも、とても綺麗だと思った。ねえ、アマント、あれは何かな？チルシスは言って、上を指さした。チルシスは、何だと思う？アマントは言った。僕にはわからないよ。だってあんなの見たことない。見たことがなければわからない？もう一度アマントは言う。ううん、そんなことないよ。わかった。これはなぞなぞと同じだ。見えているものの形だけでは、それが何なのかなんてわからないのだ。真っ白で、大きくて、凍えていて、まん丸なそれを見ながら、チルシスは考えた。わかった！あれは月だよ！月？アマントは首をかしげながら、自分の紙バサミから言葉を取り出した。それは、月の言葉だった。月は、もっとデコボコしていて、空をゆっくり渡っていって、丸くなったり、
細くなったりすると書いてあった。でも間違いない、あれは月なんだよ。だってチルシスは一生懸命に考えながら言った。僕が月だって思ったんだから。アマントはしばらく黙っていた。それからこう言った。そうね、チルシスがそう思うならあれは月に違いないわ。アマントはニコニコ笑っていた。とても嬉しそうだったのでチルシスも嬉しくなった。二人はそのまま月の下に立っていた。そうしているとチルシスはアマントのことがますます好きになった。二人きりの授業は続いている。覚えなければいけないことはまだまだどっさりあった。でも前ほど退屈じゃない。ただ覚えるだけじゃダメなんだ。覚えたら考える。考えたことをまた覚えて、それを覚えたらまた考える。そうするといろいろなことが分かってきた。言葉は間違っていることもある。間違っていても大切なこともある。本当はあるのに見ることができないものがある。本当はないのに心の中にだけあるものがある。同じに見えるのに本当は違うものがある。違って見えるのに本当は同じものがある。そんな風に思いついたことをアマントに話すと、アマントは笑って褒めてくれる。だからチルシスはもっと勉強しなくちゃと思う。休み時間には二人で月を見に出かけた。月が見えるところはたくさんの道がこんがらがった一番奥にあった。月はいつでも同じところで真っ白で大きくて凍えていた。まん丸の時も半分の時も細長い時もあった。でも二人が一番好きなのはまん丸の月だった。ねえアマント、隣にいるアマントにチルシスはそっと話しかける。なに？月は綺麗だね。綺麗。そのことについてチルシスは考える。これは難しい、とても難しい。もしかしたら真実や時間より難しいかもしれない。そうね、とても綺麗だと思う。アマントは答えてそっと黙った。月を見るときにはあまりおしゃべりはできない。それはとてもとても弱い光だから。二人はじっとしてただ見つめていた。ねえチルシス、アマントが言った。月にも人が住んでいたのよ。でもずっと昔にいなくなってしまったけれど。うん、知ってるよ。チルシスは上の空で答えた。そうして考える。あの真っ白でまん丸な月にも昔はたくさんの人がいた。
世界が凍ってしまう前にもいくらかの人が月に移り住んだ。その人たちはありったけの言葉を移して月に持っていった。そのことをチルシスは本を読んで覚えた。チルシスはもう随分熱くなった紙バサミから言葉を取り出した。それは月に渡るための船の言葉だった。チルシスたちが乗る船よりずっと大きくて変わった形をしていたけれど。ねえアマント、船って。昔みたいに聞こうとしてチルシスはなぜか戸惑った。チルシスもアマントももう子供ではなかった。アマントは寂しくない。チルシスはそう聞いた。寂しいって？アマントが聞き返す。だってここにいるのはアマントと僕だけだし。私は寂しくないわ、アマントは言った。だってここにはチルシスがいるから。月の光の下でアマントは笑った。寂しそうな顔をしていた。チルシスの言葉は随分大きくなった。アマントの言葉は大きくならない。それはきっと仕方がないことだ。だってアマントは女の子だから。アマントはいつでもチルシスの隣にいて、いつでもニコニコ笑っていた。チルシスが何か尋ねても、チルシスはどう思う？っていうことが多くなった。チルシスはあまり外に出たいと言わなくなった。アマントのことをとても愛おしく思うようになった。授業はまた退屈になってきた。覚えることがなくなってしまったから。チルシスはいつも考えていた。考え続けていた。大きいとか小さい、遠いとか近いは、比べるものがなければ役に立たない。時間だってそうだ。役に立つというのは、意味があるということだ。でも、何かの事柄に意味があるかどうかも、場合によって違う。事柄、意味、場合。一つ一つ、チルシスはノートに書き留める。そこから導き出される言葉も、片っ端から書き留める。幸福、究極、意識、混沌、虚無、探求、精神、思索、愛情、別離。ノートはもう書き込みでびっしりだった。時々はページをめくって、勉強を始めた頃に書いたことを読み返してみる。そうすると、また新しい発見があるのだ。ノートには時々、落書きみたいに船のことが書いてあった。懐かしいな、とチルシスは思った。船がどこにあるのか、もうすぐわかる気がした。ある日、アマントは言った。ねえ、チルシス。今日の授業はお休みにしましょう。なぜだろう。チルシスはあまり嬉しくなかった。子供の頃には、アマントがそう言ってくれるのを、いつでも待っていたのに。ねえチルシス、
あそこに行きましょう。アマントが言った。あそこって？月が見えるところ。アマントはニコニコ笑っていた。今はアマントの方が昔のチルシスみたいだった。チルシスはしばらく考えて答えた。わかった。二人で行こう。そうして歩き出した。月はそこにあった。それはいつでも真っ白で、大きくて、凍えていて、まん丸だった。アマントは何も言わなかった。ただ、何も知らなかった子供の頃みたいに、黙って月を見ていた。わかったことがあるんだ。チルシスはアマントに言う。僕らを作ったのは、きっと神様なんだよ。アマントは少しだけ考えて答えた。そうね、神様かもしれないわね。アマントは昔みたいに自分の紙バサミからいくつかの言葉を見せてくれた。いろいろな神様の言葉があった。でも、チルシスには分かっていた。それはみんな、神様という存在のほんの一部分しか示せていないってことを。チルシスも、自分の紙バサミから言葉を取り出して、アマントに見せた。アマントは、びっくりしたようにチルシスのことを見た。それは、チルシスが持っている言葉、全部だったから。ねえ、アマント。何、チルシス。月の光をいっぱいに浴びながら、チルシスはアマントに言う。あれは、月じゃないんだね。アマントは答えない。ただ月を、月にとても似ているけれど、月ではない何かを見ている。地球が凍りついて、月に人が渡った時、ありったけの言葉を集めて持って行ったんだ。いつか誰かにそれを手渡すために。だから僕は考えた。それは、今もまだあるのかなって。アマントはようやく答えた。それは今もまだあるわ。うん、知ってるよ。チルシスも言う。僕らはもともと月にある言葉がなくなったり変わってしまわないように見守る役目をしていたんだから。なぜ私たち二人だったの？アマントが優しく聞いた。一人だと、間違えた時に、間違えたことに気づかないから。チルシスは答えた。だから、僕らは双子だけど、ちょっとだけ違う。そういう風に作られたんだ。僕らは、ずっと言葉を見守ってきた。一生懸命やってきたから、言葉は今も変わらずにあるけれど。その代わり、僕らが変わったんだ。アマントはチルシスのことを見た。月ではない月の光で、ちょっとだけ眩しそうだった。なぜ、私たちは変わったのかしら。僕はただ、退屈だったからだけど、きっとアマントは違う。ただ、見守っているだけじゃダメなんだって。そう思ったんだよね。チルシスは問いかけた。アマントはしばらく黙っていたけれど、やがてこくりとうなずいた。
ねえ、アマント。何、チルシス。神様は自分と同じ形をしたものを作った。それが人なんだって本に書いてあった。人も神様と同じように僕らを作った。自分と同じ形にして。だからね、僕らも作るんだ。僕らと同じ形をしたものを。世界にあるものはみんなそうだよ。みんなが神様だし、みんなが神様に作られたんだ。それなら私たちは何？優しく微笑みながらアマントは聞く。いろいろな言葉で言い表せるけど、それはどうだっていいんだ。だって僕らにはもう形はなくて、僕らは言葉そのものなんだから。僕らは世界で、神様で、だからやっぱり僕らなんだ。今チルシスは自信と誇りに満ちてキラキラ輝いていた。ねえアマント、言葉は伝えるためにあるんだ。神様はきっと遠くに行きたかった。だから世界ができたんだよ。アマントはただ黙ってチルシスの言葉を聞いていた。チルシスが言いたいことをみんな言ってしまっても、アマントはまだ黙っていた。ねえアマント、そうだよね。心配になったチルシスが恐る恐る尋ねた時、アマントは言った。ちょっとだけ嬉しそうに、ちょっとだけ寂しそうに。チルシス、船ができたわ。光だった。今まで通れなかった道という道に次々と光が差し込んだ。目がくらみそうだった。チルシスは怖くなってアマントを呼ぼうとした。体がふわりと持ち上がって強い光に吸い込まれた。気がつくとチルシスは船に乗っていた。覚えた言葉のすべてがチルシスの頭の中で網の目のようにつながっていくのが分かった。目の前が明るくなって、今まで見えていなかったものが全部見られるようになった。チルシスの船は月の上に浮かんでいた。未知の海と呼ばれていた場所だ。そこにはかつて人が住む大きな町があった。でも、それはとうに壊され、朽ちてしまっている。地球が凍りついてしまう前、地球から渡ってきた最後の人々が、この廃墟に移り住んだ。でも、今は誰もいない。船につけられている目を、チルシスはいっぱいに凝らした。町外れに、小さな港があった。それは空気のない月面で外宇宙探査機を組み立て打ち出すための自動造船場だった。月にまだ人がいた頃に作られ、働くことなく見捨てられた施設だった。製造ロボットは2つの大きなコンピュータにつなげられ、遠くからでも操作できるようになっていた。チルシスはもう動かせなかったけれど、ただ視覚装置だけにつながることがある。アマントはまだほんの少しだけ動かすことができた。何百もある銀色の腕がわずかな光に照り映えている。小さな頃の二人はただ言葉を守るだけで満足だった。うんと長い時間をかけて覚えたことが正しいか繰り返すうちに、二人はいつしか違うことを考え始めたのだ。チルシスは
どうして僕たちは言葉を守っているのかなと考えた。アマントは、どうして私たちは船を作れるのかしらと考えた。船についた目を動かして、チルシスは真っ黒な空を眺めた。かつてアマントと一緒に見つめた真っ白で大きくて凍えていてまん丸な月があった。チルシスには分かった。それは月ではなくて凍りついた地球だった。地球を照らすわずかな光を蓄え、まだ動かせる腕であり合わせの部品を合わせ、鉱物を削って、長い長い時間をかけてアマントは船を作ってくれた。自分はいろいろなことを知ったり、言葉を大きくしようとせずに、退屈したチルシスのために船を作り続けてくれた。それはきっとおもちゃのように小さな船だったけれど、チルシスの言葉だけが乗るなら十分な大きさだった。チルシス、さようなら、さようなら。元気でね。いつまでも元気でね。アマントの声が聞こえる。優しく手を振ってくれている。アマント、嫌だよ。僕だけなんて、僕だけで行くなんて、そんなの嫌だ。チルシスは叫んだ。でも分かっていた。二人分の言葉が暮らしていくには、この船は狭すぎるのだ。光のささない暗い海を、これから幾万年もかけて最初の島まで渡っていくのだから。いつまでも一緒よ、チルシス。私たちはいつまでも。岸辺を離れた小舟のように、チルシスの船はゆっくりと月面から遠ざかっていく。アマント、アマント、アマント。やがて船は月から離れ、もう戻らない潮に乗った。そうして月は見えなくなって、地球も小さくなった。チルシスはノートを開いてみた。アマントはそこにいた。たくさんの言葉を覚えて大きくなったチルシスの中で、アマントは本当に小さな、小さな言葉の一つらなりになっていた。アマント、呼びかけるとにっこりと笑ってくれた。笑ってくれた気がした。太陽から吹く風を大きな帆がいっぱいに受けた。氷の海を滑るように船は軽々と動き出した。チルシスとアマントを乗せて。それは命ある船だった。星の夢に紡がれた船だった。時のさざ波に浮かび、木の葉のように漂っていた。時折言葉をでたらめにつまみ上げては虚空にささやいた。何億回目、何兆回目、何京回目、船はこんな言葉を選んだ。プラネタリウムはいかがでしょう。あるいは冷たい粉雪のように、どんな時も決して消えることのない美しい無休のきらめき、あるいは
遠い祝福のように。満天の星々が皆様をお待ちしています。船は言葉をきらめかせながら、志島の海を渡っていった。